まあ、ほとんどがあの株っていうか引き抜けそうのほとんどが株ばっかだったんで結構楽でしたね。ダブルチェリー宮殿、宮殿壊すなとか言われそうだなありそうだな本当にそういうのが。で、ん？あ、ダブルチェリー、あ、これもしかして、あ、分身ができるんだ。あー、そんな感じ？敵はいないっぽいけど。うん。あ、引き抜けそうか？あ、違う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 。そんな感じね。あ、そんな感じね。そんな感じ。基本的に分身は自分と同じ動きしかできない。おおいおいおい、いいとこいいじゃねえか。イエーイ、手に入れた。1個目。どうしよう。こうして、こうすれば、上方向には行かない、うん。上方向に上のやつは行かないようにして。え？なんか出てきたけど。どっかダイヤ隠れてねえかな。ちょ、カメラ。あれ？カメラ操作どうすんだっけ？ちょ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 。壁を利用してうまいこと二人を動かすようにしようか。違う、こうだ。よし。でよ、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 よし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 。よし、いい感じ、いい感じ。こっち抜くか。全部株だったわ。ん？そんな感じね。鏡合わせみたいになってんな。おー、ちょっと待って、待って待って、これ上の、あ、崩れしなかった。あ、いけるね、踏めるね。はい。あー、踏んで攻撃できるわ。あー、そのまま押してもうたー。スイッチ押す前にこうまず見よう、見よう見よう、よしよし、見つけたぜ。で、押す。こっち押したらどうなる？ P スイッチがここに。あ、あの、なんか引き抜けそうにダイヤがありそうだな。ちょ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 。え？そこにあったか引き抜けそうじゃなくてあれだったか、モグラだったか。でよでよでよ、よし、道ができて、でこっちで平方を踏むと、でこうして、オッケー。ん？あれどうしよう気になってしゃあない。待て待て、こうして、でこう、あ、おー、中心の壁がなくなって檻がなくなった。でこうやって2人で行動できる、2人一緒に行動できる。で2って書いてあるなんかパネルがあるから、それに乗れば、あー、上に上がると。でゴール、よし、分身が消えたあれ70枚、ああ、クリアした、クリアした。ほう、ん、マイナスボタンか。あれあれじゃねえよ。ねこれいきますか。
ここは特に、ん？あ、カメラ移動の自由が効かねえな。まず、これ進めないといけないから、ドットキノピを捕まえるの結構大変だな。捕まえるじゃねえ、探すの結構大変だな。これおお、さあさらに落ちて、あ、いた、え、落ちたと、あ、だった、飛び跳ねてたなこれチェックのタイミングが悪かったら死角に隠れて永遠に見つけられなかったみたいな、そういうことありそうだな。ヘイホーの街角、さあ落ち着いて、失礼しました攻撃できないからな、この時気配を消せ、よし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 。あ、そういえば、ね、敵を倒すなみたいなチャレンジあったような気がするな。ここはちょっと隠密行動でいきましょうか。敵全員倒せありそうで、え、そっち行きます。あ、そっか、 X ボタンでズームアウト、ズームいろいろできるんだっけ。お邪魔しました。あ、動きそうだ、こっち、よしよしよし、嘘やん、早動いて早動いて あそこに階段じゃねえ、なんだっけ、はしごか、でそう動くでしょ、上に登って、ん？ ZR 押しながら、あ、ん？どうすんの？あ、右スティックか。いやいや、ちょっと待って。こっちの方がいいでしょ。よし。よし、いけた。二人一緒かよ。双子かよ。おお、双子、おお二人いたと思わなかったぜ、確認が甘いな。はい、こ、はい、後ろ、そっち、左行くでしょ。はいはいはい、ブロック壊すに箱が、箱じゃねえ、株がいるな。え、あ、そういっ、ツルハシどこだっけか忘れたのかよ。そっか、カブではブロック壊せなかったな。あ、まあ、これが怪しいと思うんだよね。すいませんでした全然違ったな。右向くでしょ、そっちかい。
左向くんか。な、どういう、どういうチェックの仕方すんだ。ちょっともう一回見よっか。右見て、時計回りだと思うんだけどな。あー、時計回りだな。なんだこれ。あー、やりやかした。そこか、ちょっと待って、変わったぞ、変わったぞ。そんなものはなかった。あれあれあれ、する橋があったような気がするのか。ないか。中に誰かいるんだよな。鶴橋、よし、二つ目、ようやく二つ目。じゃあ次、おお。あ、もう徘徊ルート決まってんな。おい、徘徊ルートがすっげえわかりやすい人、わかりやすいやつで助かったわ。キノコゲット。ダイヤが確認できた。オッケー。さあダッシュで一気に走って、これダッシュ中、ダッシュ中はカメラ移動のスティックが動かせないんだよね。それがちょっと辛い。よし、オッケー。ここのチャレンジ確か兵法を一体も倒すなとかそういうやつだったの。見つからずに行けと。もう見つかってんだよね。ここ何気に難しいな。よし、ライトつけてるから見つかるんちゃうんか。あ、これ、よし、オッケー、見つかるなよ。よし、できた。よし、見つからずにゴールできました。イエイ。さあ次。あ、キノピオを見つけろとかそういうのなかったっけ。ミスったな。ん、待って待って、まず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 よ、まずよ、まずよ。これは、そんなバカな。あ、ゴールデンキノコ見つけた。はい、ありがとうね。見つけてくれてありがとうね。さあ、ダイヤっていうんだっけ、スーパーダイヤだっけ。いや、普通にチャレン、普通にダイヤとか言っていいかもしれないが。さあ、これを押すとどうなる。じゃあ、回すとどうなるか。そんな感じ。で、ここのダイヤを見つけて、今度はこう、もう一つありそうだな。あった。回すだけでタイヤ、タイヤじゃねえ、タイヤってなんや、ダイヤを手に入れる、入れるとは。滑舌が悪いですな。今に始まったことではないが。
ここのチャレンジ何なんだろうな。敵も出てこないし。ゴールデンキノコを手に入れろとかそんな感じなのかな。あ、ゴールドキノコか。よっけよっけよっけ。で、さっきできなかった。よしよし。なんだ？コインパラダイスって何よ？え？おい。コインもらえるだけか。お前はいい加減起きろ。何やってんの？ねえねえ、何見てんの？宝の地図か、俺にも見せろや。おい隊長だぞお前。俺隊長だぞ。おい無視かよ。ツルハチとチェリー、ツルハシの方が爽快感ありそうだな。え？そういうこと？そういうこと？わお。あ、そんなか、そういうボーナスイベントなのか。どれだっけ、やってないの。こっちだっけ。さあ、ここのドットキノピオ大変そうだな、大変そうだな。見つかまず、キノピオがいる場所によってはカメラが動かないところがあるっぽいからな。こんなところになんか手配書があったー。見つけたー。はい、さあ次はくるくる大図書館で、これはどうなんだろうな。早速意外とここカメラの自由が効かないな。あざーす。ということはやっぱ回さないとダメかな。一つ一つ試してみようか。コインの裏とかに隠れたりしない？よし、見つけた。オッケー。